はい、皆さんこんにちは、リアルです。ていうか、お久しぶりです。ということで、ですね、今回は、まあ、アマゾンから、アマゾンから、今届いたものがあるんで、ちょっと開封したいと思いますね。はい。まあ、皆さん、今ご存知かと思いますが、こいつが到着しました。鈴見春日の消失ですね。それも、amazon.co.jp 限定シールブック付き完全生産限定版のブルーレイディスク版を買いました。なんかこういう感じになってます。後ろにこれかな、ディスクが入ってて、前は何なんだこれ、わからないですけど、まあ、開封をしていきましょうかね。まあ値段の方がですね、値段の方は amazon さんの方で8400円で買いました。あとプラス送料がなしで、代引きで買った260円の手数料がついて8660円でした。はい。それでは開封してみましょう。あっとっとっと。それでは、開封しましょうかね。ちょっと待ってくださいね。どこだ。まあ何でもいいから適当に切るか。怖い。めちゃくちゃ怖い。気をつけたらどうしようって話でね。よいしょ。ちょっと開けて、こうあと爪でこうピロッと行きますね、これ。よいしょ。ってことでね、こんな感じで。よいしょ。まあこういう春日の消失。はい。どうでもいいですね。はい。どっちから開けようか。おー、なんかこっちすごい。これあれですね。映画見た人わかると思うんですけど、あのラストシーンのとこですね。こんなはず。あ、これってあれですかね。これが Amazon 限定シールブックですかね。あ、これに、こっちに入ってるブルーレイこっちに入れろと。ああ、なるほど。わかりました。あ、なんかスチールみたいなのできてますね。はい。まあいいですね、こんな感じ。続きまして本体を開けたいと思います。ちょっとですね、ちょっとこれここに置いてみましょう。これももう一枚紙でくるまれてるので、どっかから開ける必要があるんですけれども、ここから開けましょうか。適当にシュイッと開けましたと。あ、やべ。こんな感じでね、まあ、裏面こうなってました。まあこんなか、ここに何か書いてありますね。初回限定生産の超豪華版、伊藤ノイジ書き下ろし特製デジパック、ロケ班映像、 BGM レコーディング風景、舞台挨拶1、舞台挨拶2、カッティングダビングビデオ編集作成作風景、テーマ曲優しい忘却、 PV メイキング映像、東宝特報劇場予告、特報劇場予告、テレビスポット、テレビ CM スポット、商品 CM、劇場パンフレット、ポストカード解説シート、鈴見春日の消失、脚本集と、まあ、すっごいついてますね。まあ、とりあえず中見てみましょうか。うん、どう開けるんでしょうね。春日の消失、2層のブルーレイ式2枚組、5.1 チャンネルサラウンド対応、16:9フル HD スクリーン、これ何分なんだろうね。あ、書いてありますね。334分ですね。長い。はい。それでは早速ですね、開けてみましょう。こう上からスッと抜けるだけでいいのかな。よいしょっと。あ、よいしょ。ちょっとここに、こっちに置いておきましょう。また紙からくるまってんな、前。なんかシート1枚挟んでありました。うん、どうなんだろう。こっちがあれだな、ブルーレイ本体だな。うん、あ、こうやって抜けるんですね。ちょっと、あ、これもパカッと外して、あ、こうですね。あ、春日の消失ブルーレイディスク DVD 12月18日オンセール、まあこれですね、買ったのは。まあいろいろなんか広告みたいなのが入ってますけどね。はい。ああ、これゲームのやつだ。ゲームなんかめちゃくちゃ入ってんな。
春日を、はい、あ、やっと本体が見えてきました。これですね。ちょっと反射がすごい、ちょっとこうしますけど、春日の消失と、うん、え、どうすんだこれ、え、商品パッケージとりあえず書かんでください。上に引き抜いてください。引き抜くってどうだ、引き抜くってどうやんだこれ。ちょっとマジでわかんねえだろ。こういうことか。なるほど、スライド式になってるんだな。多分こっちが本編だな。これが本編で、こっちが特典の映像ですね。はい。で、しまうときはこうやって、カシャッと、かっこいい。仮面ライダーベルトみたいになってます。で、こっちがあれですね。あ、これパンフレットですね。これ、劇場で見ました。買ってないんですよ、実は。あ、パンフレットの小さい版がついてるってことでいいのかな。まあ、中身は、まあ、自分で買って確かめてくださいということで。こっちは何だろう。あ、こういう感じのやつですね。あ、ポストカード。なるほど。まあ、こっちはこんな感じですね。で、こう、さっきのスチール、これに、まあ、これを入れろってことですね。なるほど。アマゾンさんも考えましたね。はい。続きまして、あ、やべ。ちょっとこれしまっときましょう。この、いっぱいあるやつ。このいっぱいあるやつをしまいましょう。邪魔なんで。よいしょ。挟んで、こう、もう一回横にも挟んで、この、透明なのに、なんだこれ。ちょっと、挟まんね。ちょっと待って。めんどくせえ。ちょっと待って。入るか。ダメだ、入らねえ。ダメだ、カットしよう。カットしようというか、あれだ、また後から入れるんで、横に置いておきましょう。はい、続きましてこっちですね。すいみやはるひの脚本集ということで、お、本が一冊入ってるんですね。すげえ。中身の方ですね、ちょっと。あー、なるほど。こんな感じで、なんか、すごいですね。なんか、本が一冊小説みたいなのが入ってるみたいなんですよね、これ。あー、なるほど。あー、これ読むのめんどくせえんだろうな。まあいいや。あ、登場人物は書いてある。まあ、ここだけ見せておきましょうかね。まあ、登場人物。春日、キョンとか、朝比奈未来、長門ゆき、小泉月など、まあ、谷口とか、まあ、いろいろ、まあ、おなじみのメンバーのやつが載ってますね。うん。まあ、本が一冊入ってますね。これはすごいと思いますよ。これ実際から高いんでしょうね。ということでね。あ、ここ潰れてる。まあいいや。まあいいでしょう。あれ、まあこんな感じで一枚入ってますよ。ってことでね。まあ実際に中身は自分で買ってお確かめくださいと。はい。というわけで今回はですね、Amazon限定なんですよね、これ。スチールブックがついた、初回、ブルーレイの初回限定生産版2枚組ということで、を紹介しました。すいみやはるひの消失。多分まだ Amazon とかに売ってると思うんで、ぜひ皆さんも、ブルーレイ再生機器を持っている方は、この初回限定生産版 Amazon の限定のやつを買ってみてはどうでしょうか。まあ、ブルーレイがない人は DVD もあるんで、そちらも買ってみてはどうでしょうか。はい、それでは皆さん、今回はすいみやはるひの消失紹介しました。はい、それではさよなら。